おチョコを350円で購入。これで何ができるかというと、ここにあるお酒全部試飲できちゃいます。これはもう飲んでいくでしょう。飲みますよ。動画を見ていただいてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、だいぶこの古い街並み満喫しまくってるわけなんですけれども、僕は酒好きですから、同じくお酒好きの人に向けて楽しんでもらえそうなネタ、そろそろやってみようかなと思っております。今回は酒蔵行ってみようと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきます。いやー、道間違えちゃいました。こっちですね。デコボコ堂さんあるからこっちだな。あ、こっちでしたね。造り酒屋さん、確かシャークさんが教えてくれたのここだ。で、ただただ引き酒とかやるのもつまらないじゃないですか。じゃあとりあえず1000円をね、宮間木宮の元蔵船坂酒造店さんで確かガチャがあるっていうんで、当たっても当たらなくてもいいので、外れても面白いから、ここでちょっとね引き酒体験をしてみようと思います。試飲できるらしいんで、ここちょっと入ってみましょう。おチョコを350円で購入。これで何ができるかというと、ここにあるお酒全部試飲できちゃいます。これはもう飲んでいくでしょう。飲みますよ。飲みますよ。とは言ってもね、やっぱりそこは何でもやればいいってことなので、ここからここまでいつにしましょう。じゃあこちらの花、こちらのお酒からいきます。本当にね、最近感じようになった。いきます。これね、どうすればかな。じゃあこれをいただきます。あー、なんだろう、まろやか。今まで飲んできたやつが結構きつかったんで、甘口でしょ、甘口爽快って書いてあるから、そんなにねきつくない。さて、じゃあこれいきましょうか。確かにメロンみたいな香りがしますね。限定1500本まで。次これいってみます。クンプ、今度は勢いやりすぎた。今度は勢いやりすぎましたよね。やりすぎたな。書いてあるんです。本当にフルーツの匂いです。行ってみます。あー、これもいいな。喉にスーって入っていく感じ。今まで飲んできた本酒のように後味が、ね、残る。刺激がすごいっていうことは全然ない。優しい。ということで、これの引き酒以上です。よかったら全部飲んでみてください。今日は時間がないのでここまでにします。ついついですね、買ってしまいましたよ。原田酒造堂さんのこちらの、実はあまり出していなかったっていう秘蔵酒、蔵元秘蔵酒 720cc いただいちゃいました。税込みの1555円。おすすめの飲み方はぬる缶、常温でも OK ということなんで、こちらは帰ってからゆっくり楽しみたいなと思います。ではもう一つの船坂酒造店さん、こちらは宮間菊というお酒銘柄が有名なんだそうですけども、ここ行ってみたいと思います。夢を買いませんか。買います。買っちゃいます。1000円なら2回行きますね。やってみましょう。ではこの400円で1回目の夢チャレンジしてみます。ガチャなんて小学生ぶりだ。何十年前の話だ。行きます。行きますよ。こうだね。さあ、何が出てきたかな。青いのが出てきました。開けます。よっ。
ガチャのケースはここに入れるところです。ダダンとダダダンと、これはこんなの出てきてました。これはどういうことでしょう、はい、これですね、奥のお酒が当たりました。一応当たりました、やったここにちゃんと書いてある、ハズレなしって。はい、じゃあお待たせしました。こちらです。今ワンランクアップ期間中で濁り酒です、はい、濁り酒当たっちゃいました。まだ高山にはもう一泊するので、これ後で飲んでみます。もう一回行ってみましょうか。一回じゃもったいない。ではもう一丁400円ので夢をが当たるかどうかチャレンジいきます。3、4と、はい、4枚行きました。回します。さっきはためらいがあったから、でも今回は勢いよく出てきましたよ。開けますよ。はい、出ました。これもやっぱりこっちだった。こっちだった。こっちでした。同じでした。今年大吉を2回引いた男、結構普通だった。ということで2本目の濁り酒来ました。後でいただきます。はい。では。まあ、このガチャガチャチャレンジはここまでとして、ティー酒を体験していきたいと思います。こちらの船坂酒造店さんで、このジンゴロという当酒、まあ、爽やかな味ということらしいんですけど、試飲の方ができるということで300円払ってご用意をしていただきました。移動している間にだいぶこぼれちゃったんですけどね、まあちょっとささっといただいちゃいたいなと思います。もう今日はずっと飲んでばっかりだ。じゃあいただきます。まあ、すで飲むの初めてだからあんまり上品じゃなかったごめんなさいね。あ、でもそんなに強くはない。今までずっとこう辛口を飲んでることの方が多かったので、さっきいただいた隣の原田酒造さんの蔵元秘蔵酒と同じぐらい、まあ同じぐらいっていうことはないと思うんですけど、かなり優しい味、飲みやすくい。こぼれたやつか、そいちゃいます。なんて、なんてめんどくさいやつ、ちょっと残ってますけど、いただいちゃいます。これは本当にぐいぐいいけちゃいますよ。うん、よかったら飲んでみてください。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。